こけた。こけました。じゃあ、もしこけました。あなたのサイズ見せてください。はい。テントはあれだよね、ソロベースだよね。そう、バンドッカさんのソロベースを使ってます。そう、EX じゃない普通のスカートとかのないソロベースで、うん、でこのなんか目隠しのやつとかもないので、うんうんうん、ちょっと YouTube 撮るとき恥ずかしいですけど横から見られるから。まずはこちらの目の前にあるヘビーエリアでございます。これちょっと天幕デザインの、ね、あ、その間ね、乗せてたね。そうそうそう、あの付録じゃないですけど天幕デザインのものを買ったがついてきたみたいな。で結構なんか大きさ的に巻き入れるのにちょうどいいから使ってて、焚き火台がそうピコグリルさんです。イケメンイケメン。そうやっぱ軽量でね、すごい持ち運びが楽、何よりも楽。あとは一番ね、あ、そうそう、竹笛ね。そう、ね、これ大好きの竹笛。これどこで買ったんですか。これね、青の花ドロッチとかで販売、はいはいはい、なんていうんだろう、なんか出店みたいので販売してて500円だった。へえ、超安くて、でなんかちょっと味あるじゃないですか、うん、これこれとかなんか焦げてるし、うん、かわいい。そうそう、だからこれと、あとはこれバスクバーナーの斧ですね。バーナー、これちょっと最近研いでないので、はい、このトングは、このトングはやばい、ペオゴニア、ペオゴニアのもので、でもこれ結構なんか扱いづらいというか、ちょっとやってみます。私ですか、うん、こういうことか。そう、あー、でも掴みやすい。でも実際持ってみると全然、こう手広げるときに大変なだけで、そう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 、別に広げちゃえば全然持てるのはいいので、まあ、ちょっとなんか最初コツがいるみたいな感じのテオゴニアさんです。これ、今後どうするんですか。ここにあれつけますよ、あの黒くのね、あの寝るときにつけます。今ちょっと映えないんで。すいません。何入ってるんですか。家の鍵。あ、家の鍵ね。家の鍵ね、うん、家の、あ、カルシウムせんべい。あと、これはあの食べれるシャボン玉。何これ。飲み物を入れるだけで美味しく楽しい。食べれるシャボン玉。これちょっとあの白星とやりたいなという、白ちゃんとやりたい思いを持ってきました。あれですね、あの美容グッズというか、その洗顔とかあの化粧水とか。女子はね、こういう荷物があるからね。あ、これあのー、あー、コーヒーミルね。コーヒーミル、うん、コーヒーミル借りた。あ、かわいいかわいい。いつもオブジェとして使ってるんですけど、うんうん、最近ちゃんとあのオブジェカリカリしてる。リボン、うん、リボン、うん、リボン、うん、小顔しようかみたいな。え、終わりだ。あ、ほんとに？すごい。これマジでかわいい。これほんとにかわいい。カリフォルニアパティオっていうヒーター、ガスヒーター。もう売ってないんだっけ。売ってなくて、廃盤というか。だから結構プレネとかついて売ってる。すごいかわいい色が。かわいいね。ここにガス缶1個でどんぐらい持つの？わかんない。測ったことないけど。3、4時間とか？うん、多分そんぐらいは全然持つと思います。こんぐらいのちっちゃいあのテントだったらちょうどいいぐらい。あ、そう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 、そう、うん、でもね、これも暖房機能あるって言ったもんね、テトラマックス。そう、暖かい。でもこれ灯油なんだよね。そう、灯油、灯油いつも入れて持ってきてるの。そう、灯油もね、入れて持ってきてて、で、ここ、ここからね、これが降るの。そう、入れる。あ、初めて見た。これさ、ここをキャップを私の一番お気に入りのギアはやっぱこれですね。カンブリアンランタン。見えない。知り合いの人が持ってて、これを。そうで、なんかラプターに出てくるやつで、ちょっと。みたいな。ペトロマックスもこれもキンキンだからさ、合ってるじゃん。ちょうど。そう、好きなんです。なんかゴールドが好き。いいと思う。なんかこの使い古してる感が。で、これハンガー、なんだっけ、ランタンハンガー。こちらはね、あの、山賊マウンテンです。で、本来であれば、こうなってるか。そうなってるはずなんですけど、私あのロースタイルなので、もう別にここいらないかなみたいな感じでここだけにします。かわいい。今日の一押し何ですか。
一押し？一押しはこれはでも一番好きなギアって言ってる、うんうんうん。では白星チャンネルの皆様お待たせいたしました。白星様のレイアウトを紹介していきたいと思います。白ちゃん、やっほー、かわいい。ででん、こちらは何のテントですか？これはバンドックのソラベース EX です、うん、かわいい。これなんかあれですね、普通のこれね、閉じたらスカートになるから。あー、そっか、別にこれまくり上げられる。あ、ここについてるから、はい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 、振り上げれますよ。野営感がすごい。本当ですか、うん、ちょっと白星荷物をねだいぶ減らしたんですよ。あ、白いあの野営感のボックスとか、そうそうそう、収納ボックスなくして、うんうん、したんです。確かに収納見たい。収納見たいですか、はい、その前にちょっとお酒だけ作ってみる。あ、どうぞ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 。バーカウンターに。あ、はーい。お邪魔いたします。いただきます。はい、乾杯。うん、うまっ。ありがとうございます。はい、うまっ、出ました。今日の私のサイトです、はい、あら、もうすでに3杯飲まれてるんですか？殻がこれでね、私の視聴者の方は気づくと思うはず。あれ、こんな焚き火台持ってなくないって絶対気づくと思う。お揃いが良くて借りてきました。そう、すごいですよね、このお揃い具合が。じゃん。あさらい。あー、好きあればすぐ飲む。でもね、いつもと変わんないかもしんない。いや、でも荷物が全然、量がめちゃめちゃ減った、本当に、うん、なんか本当にあの無印の収納ボックスのものを全部リュックに詰めて、はい、全部っていうか、はい、めちゃめちゃ減らした。あ、そのリュックの中身は後でですか？そう、後で。後ですね、はいはい、後で、はいはい。で、あの何、いつもあれ、座椅子じゃない、椅子なかったけど、そう、椅子、焚き火チェアを今回入れました。お、かわいい。かわいいよね、これスモアさんのやつなんですけど、はいはい、白だから汚れちゃうから、これ膝掛けかけて、すすがつかないように焚き火で燃えてる。え、めっちゃいいですよね、それ。そう、これすごい。薪くべれますもんね。そうそう、こういうもう常にあぐらかいてられる感じです、うんうんうん、いい感じ。欲しい、私もそれ。ね、これ座っていい感じって言ったもんね、うんうんうん、焚き火チェアすごいいい、おすすめ、うんうん、じゃあ奥行きますか。こちらのコットは、コットはね、ワックです。ワックですね。今日ワックで来ました、はいはい、もうソロベースの時はカーキだから、はい、カーキに合わせてカーキのコットを持ってくるっていう感じです、はいはい、色を統一して、ね、そうそう、色を統一で、これは着替えですね。あ、着替えですね。さっきからちょっと白いの気になってました。そうそう、これ着替えです。着替えです。で、これ寝袋です。寝袋、はい、寝袋です。こちらはこれね、ワークマンのね、リュックなの。あ、かわいい。これワークマンのリュックです。はいはい。ポッケがね、1、2、めっちゃついてるのいっぱい、3、4、はい、ポッケついてて、ここにユニクロのウルトラライトダウン。あ、マジで小さくなっていいですね。え、そうそうそう、これめっちゃいい。中身はどんな感じですか？そう、これミニチェア、あの足を置く感じのミニチェア。これランタン。ランタン、はいはい。あとはもう T シャツと、はい、T シャツが入ってて、え、でもほんとそんぐらい、服と T シャツしか入ってない。あんまり入ってないですよね。ほんとに、あと帽子しか入ってない。で、あといつも動画紹介で、道具紹介してるんですよ。これが、あのワットノットのボックス。はい、これかわいい。え、これかわいいよね。うん、これ調理用ナイフ、これが調理用ナイフ、で、これがあの何フェザースティック用ナイフ、はいはい、で、こっちがバトニング用ナイフの3本。なんで3本使い分けるんですか？使いやすさ。あ、へえ。そこも全部。あ、これはね、でもね、1回道具紹介でやったことでいろいろ入ってるの。はいはいはい。ノコギリ。で、これ洗い物、それかわいい、道具入れ。あー、かわいい。本当にこれ食材とあと洗い物道具で使えてなくて、そうだね、食材も入ってる。じゃあこちらからお願いします。これはヒュアハンダのランパです。かわいい。オイルですか？これオイルなんだ。あ、で、動画でちゃんと初めて紹介するかもしれない、このアルパカストーブです。はい、アルパカちゃん。かな、今年の1月とかで買ったのかな。変えたんですね。結構人気じゃないですか。そう、変えた変えた。最終入荷みたいなので変えたんだよね、うん、でもオリーブが出るの知らなくて、今季の。あー、
まあ、出たならオリーブが欲しかったけど、あ、オリーブが良かったんですか。そう、でも私のはこの昨シーズン、うん、1個前の方ですね、うん、こっちはもうあれですね、ポータブル電源と、うん、なんだっけこれ、栄養クラクラボックス、はいはいはい、はい、あと、はい、奥にちょこちょこっと食材があって、あ、そうなんですね、そんな感じかな、少なくなりましたね、本当にだいぶ少なくなった。白星コーデ、今日のおすすめのポイントはどこですか。なんだろう、帽子と、はい、帽子は何柄ですか。こちらはこれハーフの牛ですね。ハーフの牛ですね、うん、靴かわいい、最近買いました。なんかで、そちら靴下はこれは靴下100円です、ね、あ、100円下もちなみに100均です。もう一個靴下です。寒さ対策はバッチリ。そうそうそう。なので下も履いてね。もも引きみたいな。かわいい。これワークマン。ワークマン、はい。かわいいよね、本当この。これいくらなんですか。これ、うん？いやでも安かったよ。2900円か1900円。2900円かな。生地は？コージュロイ。そう、コージュロイ。下がパーカーで。めっちゃ可愛い。白い毛。今日そうそう、あれ膝開いてないですけど。本当に申し訳ないです。膝が開いてなくて。私開けましょうか今から。ナイフで。今日の私の恐竜。でも女子っぽいかな。そう。本当？格好は服装はね。そう、服装は。サイトはどうですか？コメント欄で教えてください。そうそう、コメント欄で教えてほしいね。私たちのサイトどうですか？まあそう、こんな感じです。でも一応冬対策だね。星の森キャンプ場、一応最低気温3度だから、そんぐらい冷えてもいいように、あ、そうだ、湯たんぽとか持ってきてるね。また冬装備はまたしますけど、一応サイトのレイアウトはこんな感じです。ゆうちゃん、ご協力ありがとうございました。いや、素敵なチャンネルです。全部あれですか、キャプスタのミニ、このミニのやつ、キャプスタック、あの赤いのも全部ミニですか。あれはちょっと違うメーカーのだけ。へえ、めっちゃおしゃれ、この赤い光が。ミニを 1,2,3,4,5 個、1,2,3,4、 ほんとだ、ほんとだ、めっちゃおしゃれ。ちょっとね、本当になんかおしゃれだねってずっと言ってたんですよね。そう、ずっと言ってたんですよ。これチェアどこのですか。バンドックですか。ああ、バンドックの焚き火チェア、うん、焚き火じゃないやつ。あ、そうなんだ。おしゃれ、本当におしゃれ。アルパカもお揃いだねって話してたんですよ。あ、そうそうそう。つけてる、これ、うん、あのポールにね、はいはいはい、あー、そういうことか、はい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 、2人のが上がってます。見てください。すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。すいません。